私は人々の魂を導く解放者としてここにいる。予言は真実か。分かった。予言された戦いの時はまだ先だ。時が満ちたら決着をつけよう。なぜだ、狩人だよ。あなたこそ我らを導くお方ではないのか。仲間割れか。見損なうな。こんな奴ら仲間でも何でもない、血に飢えた人殺しどもだ。女神の信徒たちは予言された英雄闇の狩人を待ちわびていた。けれど狩人はいつまでも現れない。焦った信徒たちは暴走し、解放者に似た者を殺し始めた。ああそうだ、もっと早く決着をつけておけば。こんな事件は起こらなかった。改めて聞く、決着をつけるとあんたを殺して予言された未来を実現する。俺はもう500年前とてつもない罪を犯してるんだ。あんたを殺して罪が一つ増えても構うものか。それが全力か。神様に授かった解放者の力か。神に与えられた力か、それとも人を捨てた力か。私はすでに人ならざる者。お前を憎んでもいないのに、目障りというだけで殺そうとする人でなしだ。じゃあ名乗る。死んでユールに会うがいい。そうだ、会いに行く。でも生きて会うんだ。ユールが待つ未来、予言が約束した未来は俺の手で切り開く。あんたを倒して切り開くんだ。